派手派手対決。この2人が出てきたらどっちが派手かで戦ってもらわないとダメですね。じゃあ見てみましょう。ババーン、見えますか？そう、騙していますよ。いつも騙しますよ、信人先生は。市川團十郎対伊達政宗、派手対決に行きましょう。ダダン。市川團十郎、歌舞伎役者ですね。荒事、スーパーヒーロー役。今も続く。今はちょっとね、コロナで市川團十郎襲名できてないんですけれども、市川團十郎、今も続いてます。そして、伊達政宗。有名ですね。独眼竜政宗。ね、そして、大河ドラマにもあったことがあります。かなり前。東北の英雄ですね。仙台とか、その辺の人も今日来てるんじゃないですかね。さあ、地元の英雄、伊達政宗見ていきましょう。市川團十郎で伊達政宗。みんなもどっちが勝つか考えてみましょう。お、伊達政宗と iPad から来てますね。さあ、どっちが勝つでしょうか。どどん。市川團十郎。1660年生まれ。江戸時代ですね。HP は1660。伊達政宗、1567年生まれ。織田信長より30歳ぐらい年下ですね。織田信長より30歳ぐらい年下。それでは最初の戦いは、派手派手対決。この二人が出てきたらどっちが派手かで戦ってもらわないとダメですね。じゃあ見てみましょう。お、伊達政宗応援団多いですね。ベベン。歌舞伎じゃ、歌舞伎といえば派手。攻撃力1000。歌舞伎じゃ。それに対して、ババーン。伊達者。ね、伊達政宗あまりにも派手なので、ね、派手な人のことを伊達者というようになりました。というわけで、派手さは、ここは互角。二人とも派手です。引き分けの時は、二人とも体力は減りません。おー、互角できましたね。じゃあ次の戦いは、ババン。目。目。はい。独眼竜。有名ですね。伊達政宗のトレードマーク。独眼竜。攻撃力は100。じゃあ、市川團十郎は、でかっ。でかっ。というわけで、でかっ。目がでかい力で、ここは攻撃力3。適当。さあ、適当なルールで石川團十郎の攻撃が当たります。さあ、ここで伊達政宗ピンチ最後の戦いは、殺される。ありそんなの。さあ、最後はどうなったかな。これ知ってる人なかなか難しいんじゃないの。さて、では見ていきましょう。ババン。市川團十郎。これなんとね、演技中に刺されます。演技やってる時に、まあ、横から来た人に刺されるというですね、非常にやばい最後を迎えるんですね。意外ですね。というわけでみんなもね、文化祭とかね、学校の発表会でね、劇をやるときは刺されないように気をつけとってね、クラスのみんなをちゃんと見張っておくんだよ。劇やってる時とかに刺されるかもしれないからね。劇やるときは注意。わかった？クラスの中に暗殺者がいるかもしれないからね。さあ、じゃあ、伊達政宗、マイナス2000。マイナスの時はね、自分に攻撃が当たります。じゃあ、伊達政宗は、ドン。ママから毒を飲まされかけるが、見破る。いや、伊達政宗ね、ママがね、毒持って伊達政宗殺そうとしてくるんだよね。でも伊達政宗は見破ります。そんなことだろうと思ったぜ、ママ。って言ってね、伊達政宗を見破ります。これは強いですね、攻撃力2000。みんなも、今からお昼ご飯気をつけてね。毒が入ってるかもしれないからね。ママといえども安心しちゃダメだからね。演技中も油断しない。ね。劇の時も油断しない。ご飯の時も油断しない。そうやって生きていかないと戦国の世は生き残っていけません。ということで、ここはドガーン。市川團十郎やられました。はい、というわけで、ね、第3回は伊達政宗の勝ちです。じゃあ誰が生き残ったか見ていきましょう。ベベベベベン。